だから自分は絶対この心の主心をね、天国からずらさないんだ。この気持ちなんだよ。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。思いがけないタイミングでいいことがあったり、幸運が訪れたりした時に、なんだか不思議な力が手を貸してくれたと感じたことはありませんか？かたや、思いもしなかったトラブルや不運に見舞われた時、ふとこれは罰が当たったんだと思ったことはないでしょうか？今回は、幸せになるには例のことが分かっている必要があるというお話です。例の話といっても、怖い話ではありません。自分は見えないものの存在を信じていないという方も、このお話を聞くと、幸せになるためのヒントがありますので、聞いてみてください。そして、寝る前にどういうことを考えて眠るといいかということも、教えてくれています。寝る前に今日の反省会をしているという方、特に要注意です。それでは早速、お話を聞いてみましょう。実は例のことがわからないと幸せになれないんです。で、これは信じるとか信じないとかそういう話は抜きです。私は信じてると思って話しますから。うん、で、守護霊さんがやってくれるってこと、守護霊さんがいるってことは守護霊という霊がいるんだよね。で、守護霊さんって立派な人なんだよ。で、立派じゃない人はどこ行ってるんですかってことなんだよね。で、立派じゃない人が多いんだよ、問題は。ね。この地球というところは、天国からも電波が来る。地獄からも来る。中間にある。で、ちょうどテレビ局で言うと、例えば、県境みたいなとこ行って、名古屋の放送も入るし、大阪のも入るとかっていう場所があるじゃない。ああいうとこだと思ってればいいんだよ。ね。で、人間の気持ちって実はどこにでも向くの。だから、天国に向いて、幸せだねとか、美味しいねとか、ありがたいねとかって言ってると、あの野郎ね、俺の試験見たくせに俺が見た時訴えやがってとか、まあ、いろいろさ、許せないことってあると思うんだよね。小さい。ね、だけど、と思っただけで、気持ちは下向くんだよ。で、実はこの時間なんだよ、俺が言いたいのは。時間。でね、下向いたかと思うと上向くんだよ、また。ね。そういえば、あと何したら給料日だなとか、何でもいいんだよ。なんかこう、楽しくなること向いてる。こう、のべつ上向いたり下向いたりしてるんだよ。で、下向くと、地獄からのエネルギーが来るんだよ。簡単に言うと、チャンネルをガチャガチャって合わせて NHK に合わせてるのと、ね。じゃあ、第6チャンネルってガチャガチャって、もうガチャガチャってねえけど、今さ、昔はこう、12チャンネルとな、下まで向いてたんだよ。で、ガチャガチャ回してたんだよ。ね。で、今の人はわかんないだろうけど、要は、チャンネルによって合わせるとそこの電波がいきなり来るんだよ。で、あの野郎気に入らないなとか、それを長く思っちゃうと、電波が入ってきて、最初は電波なの。嫌な電波が来るんだよ。ところが、それを一定以上長い時間合わしておくと、下の方から霊界に追っかってる浮遊霊とか、その次に自爆霊とか上がってくるんだよ。で、その次になってくると魔王っていうのが上がってくるんだよ。魔王。で、その次に大魔王っていうのが上がってくるんだよ。で、上がってくるんだよ。悪霊、それが一つじゃないんだよ。だついてる人っていっぱいつくんだよ。わかる。そうするとね、内向的な人間には死んじゃえって始めるんだよ。お前なんか生きててもしょうがないからって。ね。それで、なんつうの、外に向く、なんつうのかな。攻撃的な人間なんでしょ。それには殺せ殺せって始めるんだよ。だから、殺せって声が聞こえたって言う人いるだろ。で、あれ、本当に聞こえたんだよ。よく知らない人はね、精神を調べるんだよ。捕まえてから。で、正常なんだよ。わかる？で、正常だから試験なんだから、異常だったら許されちゃうんだよ。
死刑になるってことは調べて調べて、この人正常ですってことなんだよ。で、脳も調べるんだよ。で、脳にも異常がないし、精神にも異常がないんだよ。だから死刑になるんだよ。で、異常がない人が言ってることって何ですかってことなんだよ。それ知らない人はね、要するに、無罪になりたいから言ってるって言うんだよ。で、無罪になりたいなら最初からやんなきゃいいんだよね。だって恨みないんだから。ね。で、無罪になりたくて言ってんじゃないんだよ。あいつだって死にたかったとかっていう話だから、嘘ついたってしょうがないの。本当に聞こえるんだよ。本当に聞こえるの。耳元で聞こえるの。で、それって何ですかって言ったら、魔王なんだよ。で、魔王ってだって大したやつじゃないんだよ。元は生きてたやつなんだから。最初から魔王なんじゃないんだからな。うん。人間の出来の悪かったやつだから。これがくっつくんだよ。恨みつらみで生きてたやつが集まる場所があるんだよ。そこを地獄と呼んでんだ。そこから這い上がってくる。ね。だけど自分の気持ちを天国の方に、天国言葉、幸せだねとかって当ててると、今度は守護霊さんが来てくれる、指導霊さんが来てくれる。で、天使が来てくれて大天使が来るんだよ。で、何時間、何日間上に向けてられるかの修行なんだよ。ね。で、よく私は小さい時親に捨てられてとか、もうだから不幸でとかって言う人もいるんだよ。な、親に捨てられようがない。生まれたらこっちのもんなんだよ。ね。何を思うかはこっちの問題なんだよ。親に捨てられたってこと、親ってのは肉体的な親しかいないんだよ。わかる？魂は勝手に入ってくるんだよ。魂は不滅で死なないんだよ。死なないっていうことはどういうことですかっていうと、魂には先祖はいないんだよ。で、魂の親っていうのは、神様の分け御霊もらって、神様しかいないんだよ。だから神様、親はあんた捨てたかわかんないけど、神様は俺たちを捨てた覚えは一回もないんだよ。だから俺たちの前に仕分けるんだよ。花は咲くんだよ。空気はあるんだよ。ね。だから差別は全然してないんだよ。ね。斎藤さんだけ空気薄いとか。そういうのはないんだよ。等しく同じ空気は吸えるんだよ。だから、これこそ神の恵みなんだよ。で、そのことを気がつくじゃない。ね。だから人間っていうのは、霊的な話だよ。霊的な話ですると、死んだ時、あんた社長になって偉いとか神様言ってくんないの？関係ないの？楽しく生きたか？幸せに生きたか？それから人に親切にできたか？この2点だけなの。幸せに生きればいい。だからもうこういうことで自信失ったんですとか、ああいうことで失ったんです。いちいち失っちゃいけない。それで、魂を下に向けちゃいけないんだよ。だから俺ももう学校でもう学校は行かない、0点は取る。でも先生なんか俺を傷つけようとして、どのぐらい努力したか。もう俺から自信を奪おうとしてね、すごい努力したんだよ。でも全部ダメだ。ね、下に向かないんだ俺の場合、ね、天国に合わせたら絶対そうするとどん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 この合わせる時間が長ければ長いほど来るものが大きいんだよ。でエネルギーも大きいし幸せの尺度も大きいんだよ。だから幸せ度っていうのは郵便配達してるようが何しようが天国にさ合わせてれば本当に幸せになっちゃうんだよ。でこれを下に向けちゃダメだよってそれを言いたいんだよね。下に向ければ向けるほどすごいのが上がってくるよと。だから、変な霊に取り憑かれて被害者みたいに思ってるけど、あんたが下に向けてんだよ。第三チャンネルでお化け映画やってるったって、合わせなきゃいいんだよ、それ。合わせたのあんたでしょって。ね。だからよく寝る前にね、変なこと考えちゃいけないよって。第三チャンネルに合わせて寝たら、寝ててって第三チャンネルが流れてるよね。寝る前だと、起きてる時はいろいろ考えるんだよ、人間ってのは。振り子ずれるからいいよ、こんななってるだけで。ね、大したことない人生送ってんだよ、大体は。ところが、寝る前に変なことを考えて寝ると、俺はもう、人の悪口かなんか言っちゃって寝ちゃってスッキリしたと思ってるけど、その地獄考えが、夜中になって上がってくるうなされたりとか、何度か気分悪いんだけど、必ず寝る前に合わせたまま寝ちゃうんだよ。だからそれは危険だよっつってんだ。ね、だから寝る前は、明日は下に親切にするぞとか、寝ると、いい状態に合わせたまま寝ると、ずっといい波動が来るんだよ。ね。
だから、そのことを、だから自分は絶対この心の主心をね、天国からずらさないんだ。この気持ちなんだよ。ね。で、それだけで人は幸せになれるんで、だからその、うちが天国言葉を普及してるのも、だから今までバラバラにやってたんだよ。だけど今体系的にちゃんと話すと、エネルギーがなきゃ何もできないんだよ。ね、エネルギーを持って何をするんですかって言ったら、このエネルギーを持って、どんな嫌なことが起きようが何しようが、嫌なことがうんと起きたら、前世で俺は悪いことしたんだと。ね、今前世、因果が消えてく、ああよかったと言って何があってもよかったの。ね。なんで転んじゃって嫌になっちゃうんじゃなくて、ね、俺はついてる人間だから、普通の人間なら骨折った上に頭ぶつけて血だらけになっちゃってんだけどとか、もう何でもいいから、その、ね、目的は、心の針を下に入れないという訓練なの。で、これこそがまさに修行なの。わかる？で、明るく楽しくしてて、目の前に、今目の前に、俺だって今目の前にいる人のために一生懸命喋ってんだよ。ね？これが一つの親切。親切しかないんだよ。この世の中で人が一番しなきゃなんないことは親切なの。で、エネルギーが切れちゃうとできないんだよ。で、自分が地獄に向いてるようなやつの親切って危ないからね。そういうやつに親切みたいなやつに一緒に取り憑かれる可能性があるから、ダメだよって。だから、お墓見ようが、仏壇見ようが、夜の恐れさえ行こうが、自分の心さえ上に向いてる、天国に向いてる、ありがたいねとか親切だねとか、そう、天国思いしてる人間にはつかないんだよ。わかる？人は犯罪を犯せば捕まるよって。ね？で、犯罪を犯してないのに、俺はなんでこんなにね、運がねえんだって言うけど、あんたは心の犯罪を犯してんだよ。ここへ出てくるとき幸せになるって出てきた。ね？人に親切にするって出てきた。天国からこっちへ生まれ変わるときに人に嫌がらせしてきますとか、そういうやつはいないんだよ。人に意地悪してきますとかって言って出してもらえないんだから。出してもらえないんです。とんでもない話だよ。だから、俺たちはもともと、人に親切にし、楽しく生きるという修行なの。それをしに来てんだよ。わかる？ね、だから俺は悪いことしてないのにしてないのにって言うけど、いつもね、人のこと妬んだりとか、不平不満言ったり、心配事ばっかり言ったりしてるよね。心の針が下向いてんだよって。で、あんた気がついてないけど、後ろにいっぱい人がいるよって。ね？その青い顔した人どなたですかって。やめなって、そういうの。天国考えにしたらいなくなっちゃうんだよって。ね？わかる？ね？特に、一旦そういう悪い例つけちゃったような人って何回でもつけちゃう。なぜかと、すぐつけちゃうんじゃないんだよ。自分がそのチャンネルに合わしちゃう。わかるよね？だから、合わしちゃダメだよって。エネルギーを下ろす。ね？で、パワーがついたら、自分の気持ちを常に天国に合わしておくの。で、そのための天国言葉な。今まで天国言葉だけ教えてたから、なんでこれ言ってりゃいいんだかよくわかんなかったでしょ？ね。で、聞いてもわかんない人いっぱいいるの。だって霊の存在がいるとかいないとか言ってる人いるからね。うん。でもいるの。もう諦めているんだからしょうがない。いるんだからしょうがないんだよ。それいなくなれよ。ありがたいけど、いるんだよ。見えないこと、風の菌だって結核菌だっていっぱい飛んでんだよ。目に見えるからいるとかいないとか言ってたら、そういうもんじゃないよ。ね。え、親が子供を思う気持ちだって見えないけどあるだろ？ね。人が誰かに恋した時に、ね、見えなくたってその気持ちってあるでしょ？だから見えないからないんじゃないんだよ。見えなくたってあるものいっぱいあるよ。それで、パワーを下ろす。人にあげる。それから霊のことね。針をしっかりね。天国の方に合わせる。それも時間、長さなんだよ。わかる？で、ほとんどの人は天国言葉にね、その時だけ言って、いつも振り子を振ってんだよ。しっかり上に上げてる。それを何日も持たせるか。うちの社長たちのすごいのは、本当にね、何年も何年も合わせてられる。俺もそうなの。ずーっと合わせてる。その間何にも、もういろんなことがあったの。で、俺なんか絶対できない。恐ろしくてできない。で、だって気分悪いもんな。いいこと一つもないんだよ。うん。で、俺は上に上げてるのが大好きだって言いたいのね。それが、
俺の成功の秘訣だと思う。感謝してます。今回のお話はいかがでしたか？人間の気持ちを針だと例えてお話ししていました。気持ちというのはいつも振り子のように揺れ動いています。気持ちを上に向けていれば天国からのエネルギーが来て、守護霊、天使、大天使が手助けをしてくれて、気持ちを下に向けていれば地獄からのエネルギーが来て、浮遊霊、呪縛霊、魔王、大魔王に取り憑かれてしまう。気持ちを上に向けるのに最も簡単でシンプルなのが天国言葉を言うことです。天国言葉とは、愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します、でしたね。地獄言葉とは、恐れている、ついていない、不平不満、愚痴、泣き言、悪口、文句、心配事、許せないです。確かに地獄言葉を聞いているだけでも気持ちが沈むような感覚になりますよね。心の針が下を向くというのも納得がいくのではないでしょうか。他のお話でもひとりさんが天国言葉がいい、地獄言葉が良くないとおっしゃっている理由も今回のお話を聞いてよくわかりましたね。悪いことを思ったり言ったりして気持ちを下に向けていると嫌な電波が来てしまい、悪い方に長い間合わせていると大変なことになります。地獄の存在に取り憑かれてしまい、気持ちがどんどん暗くなっていき、自分や他人を傷つけるような気持ちが生まれ、行動に移してしまうということもあるようです。そういう風にならないためには、自分の気持ちを上へ向けて天国のエネルギーが入ってくるようにします。そのために大事なことは、天国言葉を言ったり、自分以外の誰かに愛情を向けたりすることや、たとえ嫌なことがあっても自分はついていると思うようにします。確かにこれは嫌な出来事だったが、こうじゃなかったらもっと悪かったかもしれないなどと、悪い出来事をポジティブに変換できるようにすることです。そして幸せや感謝をその都度口にしたり、他人や何かに対して許せない自分の気持ちを許したりすることです。今までそういうことを意識していなかったとしても、昨日より今日、今日より明日、自分の心の針を天国に合わせられる時間を長くできるようにするという意識を持てれば大丈夫です。時にはものすごく嫌なことがあって許せないことがあったり、立ち直れないと思うことがあるかもしれません。いつも気持ちを上に上げていることを心がけているのに、つい下を向いてしまうことがあるかもしれません。大切なのは針を向けている時間です。たとえすぐに切り替えが難しかったとしても、立ち直ることができたら、また心の針を天国の方に向け直すことができればいいのです。寝る前に悪い情報を入れない方がいいということを聞いたことがある方も多いかもしれません。起きている時は心の針が揺れ動くので、悪いことを考えてしまっても、寝ている時よりは修正が効きますが、寝る前にネガティブなことを考えたり見たりすると、地獄考えが夜中になると上がってきてしまうようです。なので、寝る前には今日あった後悔や悪いことを思い返したり、インターネットで悪いニュースを見たりするのは避けた方がいいですね。では、寝る前に何をすればいいかですが、明日は人に親切にしようと決めたり、何か楽しいことを考えたりして、いい波動のままにして眠ります。どんな時でも心の針を下に向けないということを心がけてみてください。人間が死んだ時に神様に聞かれることは二つなのだそうです。
楽しく幸せに生きたか、人に親切に生きたかです。人に親切にするには、自分のエネルギーが整っていることが大切です。まずは、自分の人生を楽しく幸せに生きることを追求してみてください。自分が楽しく幸せに生きていると、おのずと人に親切にしたくなりますよね。今回の例のお話やエネルギーのことは、目に見えないので、信じられない、自分は信じないと思う方もいるかもしれません。しかし、もし目に見えない存在のことを信じられないとしても、天国言葉を言い続けることで、どんどん幸せになったり、自分の気持ちが整って、人に親切にできるような生き方は、とても素敵ですよね。信じがたいと思っても、ぜひ気持ちを上に向けるように、心がけてみてください。ひとりさんや周りのお弟子さんなどは、何年も何年も、天国の方に心の針を向けていられているのだそうです。その間いろいろなことがあっても、地獄のエネルギーに引っ張られることはなかったとのことです。ひとりさんは気持ちを上に向けているのが大好きで、このことがひとりさんが成功している秘訣なのだとおっしゃっていました。最初のうちは下を向いてしまうこともあるかもしれませんが、いずれはそのように無理せずずっと心の針を天国の方に向けていられるようになるといいですね。少しでもいいなと思ったら応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。Thank you.